てるこ先生の八タガラス魔法学校へようこそ。みなさんこんにちは。てるこです。今回は、お百度参りに行こうについてお伝えをさせていただきます。お百度参りって言葉では聞きますが、なぜ有効性が高いとされているのでしょうか。まず、歩くという行為そのものに意味があります。 人間は日本足で歩くのが自然です。足を動かすので、晴れていれば足から頭に気が通じてどんどん吸収されます。一つ重要なのは、500度参りは裸足で行うことです。大地からの気を直接受けることができます。また、神社という土地ですから、気も他より多いわけですから効果的です。 その上、神社やお寺を何度も行ったり来たりします。一度のお参りで願いを叶えようという傲慢さはそこにはないから、お百度参りをしているはずです。また、どうして願いが叶うのかと理屈を考えている人も、お百度参りはしないでしょう。良い心の状態がそこにあるのです。歩いているとはいえ、 お百度参りをしている時というのは、ある種の瞑想状態と言えるでしょう。また、お百度参りは夜中や早朝にします。なぜかはわかりませんが、牛の国、虎の国、ウの国、タツの国は良い方角が多いです。心が無に近い状態で大地からの木を裸足で直接受けています。 心の面でも肉体の面でもあなたの気の状態が高圧になるのは納得できるでしょう神社の活用についても本格的に学べます実践的なことを知りたい方は一緒に頑張りましょう本日の授業はここまでですてるこ先生の八田ガラス魔法学校ではノートやツイッター インスタグラムでも情報を発信しておりますので、ぜひ概要欄より確認してみてくださいね。それでは、また次回お会いしましょう。